豊岡武士は、日本の政治家、静岡県三島市長、元静岡県議会議員、静岡県三島市出身、三島市立東小学校、三島市立北中学校、静岡県立二良山高等学校卒業。1966年3月、日本獣一区産大学卒業。同年4月、静岡県庁に入庁、初代緊急防災支援室長を務めた。 1998年4月から11月まで、三島市役所に派遣され、企画調整部長を務めた。同年12月の三島市長選挙に落選後、翌1999年の静岡県議会議員選挙に出馬し初当選した。2003年に再選。県議時代は自由民主党に所属。2006年の三島市長選挙に落選後、 2007年の県議選に無所属で出馬し3回目の当選を果たす。2010年11月の三島市長選挙で初当選。12月20日市長就任。これまでの選挙の結果は以下の通り。1998年12月20日執行。衆議院議員、小池清恩の息子の小池正臣が初当選した選挙。時点で落選。当日有権者数。 85,379人、最終投票率、55.79%2006 年11月19日、執行公明党の推薦を受けた現職の小池正臣に、敗れ落選。当日有権者数、89,924人、最終投票率、54.33%2010 年12月12日、執行 豊岡は連合静岡の推薦を受けて出馬。現職の小池正臣の後継者指名を受けた、フリーアナウンサーの遠藤公用、会社経営者の前田美学を抑え初当選を果たした。当日有権者数9万445人、最終投票率 54.10%2014 年12月7日、告示12月14日執行。無投票で再選。 2018年12月16日執行。連合静岡の推薦を受け、三島駅前再開発の推進を掲げ、立候補。駅前再開発の見直しと、南北自由通路の早期実現を訴えた、自民党元県議の宮沢正美、会社経営者の石井正虎を破り参戦を果たした。当日有権者数、9万1369人、最終投票率。 49.83%ありがとうございます。